戦闘エリアに侵入。どうも、実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも、実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ランクマッチシーズン13ゴッドガンダムをもらえるキャンペーン中でございます。2日目なんですけども、2日目は総統戦、はい、日替わりでね、スタンダード戦、ノーマル戦と、総統戦がね入れ替わるという、システムになっております。はい、当たるかな、なんか超やつ当たった。はい、ほとんど使ったことないバルバトスループスで出撃しております。なんでそんなことしてるのっていうの、死ぬなこれ、のはですね、これはしんどいし、デイリーミッションがね、格闘技4勝っていうのがあるんでね、それで、まあ、クリアできるかなと思ってみました。はい、まあ、ランクマッチにね、あんま使ったことない機体で行くのは危険なんですけどもね、頑張っていきたいですね。頑張っていきたいですね。さあ、格闘機なんですけど、汎用機みたいな、なんかよくわからない機体ですね。なんかうまく使いこなせないんですよね、実様は。はい、まあ総統戦は忙しいんでね、あんまり喋る暇がないですよね。意外とメイスが当たんないですね。はい、怖いんでめったに使わない、リペアまで持ってきてますからね。やっぱ射撃ダメージ狙ってるのがいいんかな。あった、当たった。インチキ臭い当たりもしますね。タメ切りをどんどん使っていくのがいいのかな。はい、ああ外した。エールストライク生存か、うわ敵多い。あー死ぬー、非常にタゲが大きいですね。はい、支援ポイントがもしあればめちゃくちゃ入るんじゃないかなって気がしますけど、あー死んじゃった。ダメージ取れてんのかな、よくわかんないですね。どいつ狙おうか、こんな当たるんかな。あー今のは当たんないんだ。これ実弾マスタリーできた方がいいのかな。あの、どうした、あっよし、ナイス、あっ掴まれてる、外した外した、あ死んじゃったよ、間に合わんかった。そうか、敵あれやったよな、ブーストかかったんやね。バルバトスループス、皆さんはどんな戦い方してるんでしょうか。やっぱりメイスガンガン投げていく感じなんですかね、それともため切りガンガンしていくのか。まあ、ある程度臨機応変なんでしょうけど、判断が難しいですね。メイスも当たりやすい距離とかがあるのかな、もしかして。無意味に投げてしまいます。ほい、これが、ああ、逆に。ほい。はい、ナイス味方。ぜっ、ほい。危ない。はい、ああいうね、勝者の時はね、マニュシャチャンスですね。さあ、進めていきましょう。全然撃破してないけど、どうかな、いい勝負やな。ナイスジャスが。さあ、当たらん。
よしよしよし味方ものとも切ってしまった。はい、良かったです。良かった、良くはないですね。申し訳なかったですね。はい、ということでバルバトスルパスでした。総統戦はね、実際も結構実際までみんな辛いんじゃないかな。これなんか休む間もないしね、連戦するの大変ですけどもね、まあ、気長にやっていきましょう。はい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。なんかちょっと早く巻いてるな巻き気味で言ってもだ。ルプス慣れたら強いのかな。ブースト枯渇してもね、何このリミッター解除でね生き延びれるっていうのが大きいですね。はい、あ、キルは取ってないですね。アシストなかなか取れました。よかったのかこれ。どうなんやろ。かダメージ結構取ったんでね、よかったんじゃないでしょうか。はい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたらチャンネル登録よろしくお願いします。2回目ということで、最後までご視聴ありがとうございました。